さあ、ここからはサイバーラボのお時間です。今週は今食べておきたい唐揚げ2015ということで、みんな大好きな唐揚げをピックアップしております。今週はですね、その先月第6回唐揚げグランプリの結果が、まあ、発表されました。日本唐揚げ協会の会長安久哲平さんに、いろいろお話を伺っております。昨日までは塩だれ部門、西日本醤油だれ部門、東日本味バラエティ部門など各部門ごとの唐揚げの美味しいお店を紹介してきました。今日は毎日唐揚げを食べている唐揚げニストでもあります、安久さん一押しのお店を聞きました。唐揚げといえばこれが合うそうです。ハイボールということで、ハイボールも美味しい唐揚げのお店を教えてくれました。唐揚げといえばハイボールが、まあ、メインですから、ハイボールの種類で言えばガブリチキンっていうお店があるんですけど、ガブリチキンはかなりいいんじゃないですかね。ガブリチキンはね、ハイボールの種類が豊富なので、女性なんかを配慮してるのか、フルーツ系のハイボールなんかもいっぱいあるんで、まあ、女性が一人で行ってもまあ楽しめるお店かなって気がしますね。ガブリチキンはもともとは名古屋なんですよ。なので向こうの人たちはね、割と当たり前のようにガブリチキン知ってるんですけど、最近こっちの方にもどんどん店舗が出てきてるので、この前新橋にもできてたし、埼玉県にもだいぶできてますしね。結構店舗展開が大きく展開されてるので、まあ一回行ってみた方がいいかもしれないですね。あ、唐揚げ自体はですね、なんで割とジューシー系の唐揚げっていうんですかね、鶏の脂を美味しく食べさせるような唐揚げなんですよ。だからハイボールを並べてハイボールと一緒に食べるとどん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 進むような、そんなね唐揚げなんですよね。まあ僕はもも肉は好きですけど、まあ肉汁感っていうのは結構あるんですね、ガブリチキンって。でまあ名前の通りガブガブいけるわけですよ。でガブガブいった時のその口の周りにつくね油感がまた素晴らしくいい唐揚げなんで、まあそうですね、そこは特徴的かなってとこですね。はい、ありがとうございますね。名古屋が発祥のガブリチキン、こちらでは普通のハイボールはもちろんですね、いちごとかオレンジとかグレープフルーツなどのフルーツを漬け込んだ自家製のフルーツハイボールも、あるということで、まあ、女性はなんかちょっとこういうハイボールがあると嬉しいんですかね。はい、まあオンエアがありますのでハイボールは、やめときますけど、まあ、唐揚げをいただこうということでございまして、いいですかこれね。ももとネックとぶつ切りっていうのがありましてね、まあ、ももが一番一般的ですかね、唐揚げはね。じゃあちょっといただきます。うんうん、もうすごいジューシーですよね。中は醤油だれのお味でしょうか、まあ、こうちょっとこうジューシーな油もハイボールでこうすっきりさせてくれるっていうとこですかね。ネックは結構珍しいんじゃないですか、ネックの唐揚げっていうのはね、歯ごたえがあって美味しいんですよ。ちょっと一口いただきます。うん、なんか細長くてニョロってなってるんですけど、ちょっとこう最初のアタックの歯ごたえはあるんですけど、中はブリッとしてて非常に僕は結構ネック好きです。味も乗りますね。これは確かにハイボールに合うのかもしれませんね、炭酸系のそういう。はい、というわけでございまして、サイバーラボ明日も今食べておきたい、美味しい唐揚げを紹介します。どうぞお楽しみに。